にちは、鈴木奈々です。グルメ紹介始めるよ。今日はレクサス練馬さんからレクサスの RX450H を借りてきました。レクサスのグレードはスタンダードモデルとバージョン L モデルと F スポーツモデルがあって、これはバージョンが L のモデルになります。では内装と外装のインプレッションをしていきたいと思います。では行ってみよう。こちらの車両本体価格は750万円くらいだそうです。はい、ではまず外装から見ていきたいと思います。こちらの色はグラファイトブラックガラスフレークという色で、まあ、ブラックになります。レクサスは6層の塗装がしているのでかなり綺麗に見えます。録画からだと分かりにくいんですけど、かなり、画面か。 RX450H のボディサイズは全長が4890で全幅が1895です。で、全高は1710になります。このサイズなら都内の大体の駐車場にギリギリ止められるので実用性は抜群にいいかと思います。めちゃくちゃちょうどいいサイズです。ではエンジンの説明をしたいのでエンジンルームを開けていきたいと思います。どうだっけの、めちゃ難しいの。これかな。受け取らないです。カメラ置いてあります。すいません、ごめんなさい。どうぞ。エンジンはこんな感じになっております。レクサスのマークがついててかっこいいですね。これもで、こちらのエンジンなんですけれども、エンジンは V 型6気筒 3500cc のハイブリッドエンジンです。エンジンの最大馬力は262馬力ですが、モーターの力が加わるので300馬力以上となります。最大馬力は335Nm になってます。では正面から見ていきたいと思います。レクサスの特徴のスピンドグリルがこちらになります。めちゃくちゃかっこいいですね。こちらのライトは2019年にマイナーチェンジした後のライトになっていて、鋭い目つきが印象的です。でレクサスの語呂なんですけれども、ハイブリッドで青となっております。ガソリンのモデルだとこちらは黒色になります。それではホイールを見ていきたいと思います。ホイールは20インチのものが入ってあり、235/55が標準装備されています。塗装はハイパークロームメタリック塗装っていうものになっており、まあ、なんだよその塗装っていう感じなんですけど、このホイールこことこっちでこう色が違うんですね。めっちゃかっこいい。これはねすごいかっこいいホイールだなって思いました。後ろのデザインはこんな感じになっています。テールランプもかっこよくて L が4本ありますね。綺麗だな本当に。こんな感じです。はい、トランクを開けていこうかなと思います。もちろん電動です。あー広い、めちゃくちゃ広いですね。まあ一般的に高級車のディーラーさんに行くとゴルフバッグが何個入りますって言われます。これはゴルフバッグがきっと入りますって言われるタイプの車ですね。はい、こんな感じです。かなり広いです。閉めるときも電動です。ではね、いよいよ内装を見ていきたいと思います。
カーになります。その他だとモーブルブラウン、リッチクリーム、ブラック、アイボリーなどがあり、5色から選択することができます。乗ってみるとこんな感じ。バージョン L の本革シートはセミアニリンを採用していて、バージョン L 専用の装備となっております。通常の本革よりもかなり高級な本革を使っているので、この内蔵がかなりいいです。まあ、F スポーツモデルだと本革のシートになるんですけれども、こういうところがもうちょっとホールドがあるような感じになって、スポーツ走行にはしっかりと身体をサポートしてくれるようなシートに変わります。バージョン L には画面を動かすボタンもついています。ここのボタンなんですけれども、ここを動かすと見えなく、ここがですね動くんですよ。めちゃくちゃこれが乗りやすい。あれだ、あと背中も動く仕様になっていて、ここがねすごい動くんですよ。背中が動くので、背中がこう押し出される感じで、めちゃくちゃこれがあると運転しやすいです。はい、内装はこんな感じです。かなり落ち着きがある内装になっております。驚いたのがナビがここについています。ここにナビがついているとかなり運転しやすいです。でこちらのナビは 12.3 インチのもうすごい大きいナビがついていて、タッチ操作式でかなり使いやすいナビになっております。それではね、エンジンをつけていこうと思います。めちゃくちゃ静かめちゃくちゃ静かにエンジンが起動しました。ハンドルはこんな感じなんですけれども、こちらのハンドルも自動で調節することができます。ここですね、ハンドルはここのボタンで自動で下に上がったり上に上がったり調整することができます。ハンドルはウォッシュナイトのデザインで、手取りシフトやクルーズコントロールは標準装備でついているそうです。クルーズコントロールは非常によくできていて、高速道路の運転は本当に楽です。旅行とかするときはね、すごい楽ですね。安心して身を任せられるレクサス様のクルーズコントロールになっております。電動パーキングブレーキやブレーキホールドは標準装備で、シートヒーターも標準装備で、寒い冬に持ってこいです。で USB ケーブルがここに2つあります。これはスマホ置きのようなんですけれども、ここにスマホあっても、まあ、これはそうですね、使う人は使えますね。あとは飲み物を置いてくドリンクホルダーが2つついています。ここは物を入れる収納スペースに収納で物を入れることができます。でここにも USB ケーブルがあるのかな、2つついてますね。もうスマホの充電には困らないんです。あ、これあれかもしれないこうスマホをこう ここに挿して充電するときには便利かもしれない後ろはこんな感じです。これは多分オプションだと思うんですけど、オプションでモニターがついています。よいしょ。あーなんて、もうこれはね広い。ここがまずフラットになってるから、あのかなり広く感じるんですね。ここにこれが多分出し入れできるのかな、出し入れできると思うんですけど、こういうのは大体おっ、はい、何なんだろうこれは。おー、飲み物ホルダーがこんなかっこよく出る飲み物ホルダーなの。えすごい、テレビとか見える、チャンネルが入ってるよ。すごいですね、なんかこんなかっこよく開く飲み物ホルダーあります？ドリンクホルダー何回もやっちゃう。はい、はい、もうかなりね優雅なシートで、なんかめっちゃラグジュアリー、めっちゃ合いそう本当にね、うん、後ろも乗ってて乗り心地がかなりいいですね。
あとこんな感じで日よけっていうんですかね、日よけがあります。これは、まあ、残念ながら手動ですね。ここまでは電動じゃないでもこれスモークが離れてて、もうかなり見れ、そもそも見れないんですけど、これでかなり見れなくなりました。こっちからね全然見えるんだけど、はい、これがただの普通の、まあ、スモークが張ってあるだけの状態で、まあ、抜け、あのかなり顔を近づけたら中が見えます。でこれを上げると、これはねめちゃくちゃ顔を近づけてくる人がいれば見える程度に変わったかなかなりめちゃくちゃぐらいの違いはあります。それではね、いよいよ運転していきたいと思います。では今から高速に乗っていきたいと思います。はいちょっと運転したんですけど、なんかめっちゃいいですね。これは外見が結構大きくて、高さもあるから、なんか正直私が持っているウルスよりもなんか大きく見えるんですけど、外は。でも実際中は、あ、ちゃんとちょうどいいサイズだみたいな、運転しやすいサイズだなっていう感じで、サイズ感がちょうどいいのがいいですね。あとブレーキもかなり綺麗に効きます。私は結構ブレーキがガンって結構ガンってかけて、あんまりブレーキのかけるの上手じゃないんですよね。なのでこれはかなり上手にブレーキをかけてくれます。本当にね、走り出しがのめりだから運転が自分が上手いんじゃないかって勘違いしますね、これ乗ったら。私一番最初に運転した車がレクサスの RX の330330だったっけかな、なんかレクサスの RX のこれの1個下のグレードのやつを運転したんですけど、その時はめっちゃ運転上手いじゃんって自分思ってたんですよね。その後他の車乗ったらめちゃくちゃ運転下手くそだよって言われちゃって、これはそれくらいね、ドライバーさんが運転する人の運転が上手くなるような感じで運転ができます。あとこれはハイブリッド車なんですけれども、なんかハイブリッド車って私の勝手なイメージなんですけど、低速の時がちょっとなんかカラカラって、カラカラなんか変な音がするなっていう車があったりするんですけど、これはね本当にハイブリッド車かよって思うぐらい静か。この車がちょうどいいのがね、ミラー見ると車線が全然ギリギリじゃないのが、日本の道路に適したサイズで作られてる車だなっていうのがよくわかる。なんかこういうのって悪いこと言わないとなんか言わされてるんだろうって思われちゃうのかなって思うんですけど、見つからない。ピーって言うなら、なんか私はうるさい車が好き、こうなんか楽しい車が好きだから、なんかこうボーンってうるさい音とかしないし、なんかそういう面ではこう、ちょっとつまんないなって思うことがあるんだけど、でもそういう車じゃないし、それが良さなんですよね。逆に運転もしやすいし、移動としてもかなり使いやすいし、シートとかがすごい高級感があるから、それがね、これはレクサスの良さですね。売れるのが分かる。それであとレクサスはかなりシートが上に上がるんですよね。だから私結構身長が150センチぐらいしかなくて、すごい小さいんですけど、小さくても前がかなり見えるから運転しやすい。はい、無事に目的地まで着きました。駐車もすごいね、幅が気にならなく駐車ができたので、とっても楽に運転ができました。もう勝手にね、運転が上手くなる車だなって私は思いました。もうブレーキもアクセルもすごい使いやすくて、かなり楽しくドライブできました。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。